めっちゃいいっすね。 GS めっちゃいい音しますね。これうるさい、うるさい。最高っすいいなぁ。ワンちゃんです。本日はですけどもこちら草木ダム、遊びに来ました。でそこでですけども今回は愛車紹介ということで、熊谷のオンリーワンのリーダーさんの、GS400 愛車紹介ということでやらせていただきます。まああのちょっとね僕から見るとまずあのメッキ、フルメッキこちら仕上がってますね。もう全体見てわかりますね。こちらはで、まあ、このねピカピカ具合見ていただけたと思いますが、ここで、上田のトップブリッジですね。これですね、もう全部本物です。でスイングアームですよ。こちらどんどん言えるようになってきました。今何もカンペとかありませんからねはい、まあ、こんな感じで、であのタッグの方なんて見ていただけると思います。オーリンズとなっておりますね。こちらもピカピカで、でこちらが最強 の, あのエンジンが450にモアップされております。いやこちらのサウンドはちょっとこの後お聞かせいただきますが、まあなんといっても GS のあの吸い込み具合たまりませんよね。まああの好き嫌いあると思いますけども、まあ、僕は GS 好きです。あとは何だろうな、ちょっとあのエンジンの始動なんですけど、ちょっと僕申し訳ないことにキックスタートが大苦手なので、傷つけないようにあのオーナーさんにやっていただこうと思います。お聞きください。音も上がるんですか、やっぱり。それは関係ないですかね。いや、排気量大きい方がいい。あ、そうですね、さすがに音が上がりますよね。いや、このボアップの魅力を僕は感じました、やっぱり。で、先ほどエンジンを聞いていただいておりますが、こちらのこの素晴らしい音だったこの三強のマフラー、これも有名ですよね。これよく見ますよね、こういう感じのやつ。ほんと素晴らしいパーツが付け、もう取り付けます。はい、であとこの塗装の方なんですけど、あ、このカラーリング、こちらの方はワンスタイルさんがこう塗っていただいているということで、めちゃくちゃ綺麗。このなんかこの感じもいいですよね、おしゃれ。かわいいですね、こちらも。あと整備、八丸さんだ。あ、整備の方はちょっと見てください、この八丸さん。こちらですね、見えます？これかわいいんすよ動画の方であの YouTube の方にも出てますので、ぜひチェックしてください。あの僕の YouTube 探すのできますんで、くまなく探してください。お願いします。はい、ではもうあの紹介ということでやらせていただきましたが、ありがとうございました、オーナーさん。でちょっとこちらの GS400 でこれをボアップされてる GS、 これ見て GS 乗りたくなった方もいらっしゃると思いますので、ぜひそんなこと思った方いましたらコメント待ってますので、よろしくお願いします。まあ僕も GS の方の、今年中に乗れればななんてちょっと考えておりますので、まあ、ダメだったら来年のちょっといつか乗りたく乗りますので、ぜひそこのところも、見ていってください。よろしくお願いします。ではですね、このチャンネルいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。